準備よろしいでしょうか。はい、代表の手でかけます。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。今日は夕方ですか、甘利大臣の会見があって、ご説明なさるということですが、まあ、それをしっかり聞いてから予算委員会の審議に入りたいというふうに思っています。まあ、職務権限を持った閣僚のお一人ですから、しっかりそこはご説明なさるべきだなというふうに思っています。おおむね私からは以上です。何かご質問ございますでしょうか。はい、読売の上村です。はい、民主党との関係なんですが、あさってに党大会、民主党の党大会があって、岡田代表が新党について言及されるかというのが、ちょっと注目されるところだと思うんですが、代表ご自身はどのようにご覧になっているか。まあ、それは分かりませんが、とにかく今の状況の中で、やっぱりしっかりと新しい政党というものを作って、国民の理解が得られるような、そしてもう一回、どういう、今、国民の皆さんが政策を望んでいるのかということをですね、もう一回再構築する時期に来てるんではないかなというふうに思ってます。去年の衆議院選挙もですね、実はあれだけ自民党が圧勝して297議席、公明党と合わせて3分の2の議席を取った選挙でさえ、野党の候補者に投票した人の数を足し合わすと、295分の151の選挙区で、野党に投票した人の数の方が多いんですね。で、また100票から2000票の間の僅差をが30選挙区。要は181の選挙区で十分逆転可能な、有権者の投票行動であるということを考えるとですね、本当に野党が候補者を一人に絞るということができれば、十分政権交代も可能だというふうに思ってます。ここに何か、はい、今の話にちょっと関連するかもしれないんですけれども、はい、憲法改正に関してですね、安倍総理の発言なんですが、昨日の代表質問の中では、参院選にの公約に入れると、その参院選の争点にするということを、これまで以上にだんだんこういうトーンを、安倍総理強めているように求められるんですけど、どうご覧になっていますか。まあ、それは自民党総裁として何を掲げて参院選、国政選挙を戦うかという一つの考え方なんでしょう。ただ僕はですね、今の憲法改正に賛成反対の世論調査なんかを見ると、果たして憲法改正を掲げて3分の2が取れるのか、今の世論調査の数字から見ると、圧倒的に憲法改正を有権者が望んでいない限り、3分の2の議席は僕は取れないと思うんですね。まあ、よくて、半々みたいなね、いう状況ですから、本当に憲法改正を掲げて参院選戦えるのかどうかということは逆に疑問ですよね。圧倒的に憲法改正を望む声が国民の中に多いんであれば、3分の2の議席を確保するということは可能なんでしょうけれども、まあ、各社皆さんがやられている世論調査を見ていただいてもですね、ほとんど拮抗しているか、改正しない方が若干少し上回っているとか、まあ、40対45とか、そんな感じの世論調査の数字で出てきているんじゃないのかなというふうに思います。ですから、今の世論の状況の中で3分の2を果たして憲法改正というテーマで取れるのかということは疑問です。と同時に、私の代表質問で申し上げましたが、今の区割りは違憲状態だということを言われている。衆議院をもしダブル選挙をするならば、違憲状態の区割りの中で、ある意味選ばれた議員が憲法という国の最高法規を発議するということはですね、やっぱこれはあってはならないと思いますので、ここはしっかり、今我々は議員定数の3割削減を主張してますが、不十分だが、せめて選挙制度調査会が出した答申通り、この区割りの変更と、削減をやってからやっていただきたいなというふうに思っています。うん、はい。これなんですけれ
総理大臣の件なんですが、はい、疑惑追及チームというものが、まあ、連日開かれてはいるんですけれども、まあ、一緒に証言した人と直接こうコンタクトがどうもできてないような感じもあったりするのと、あと、まあ、国交省を担当者呼んで話を聞いてるけど、もう答えられないっていうような発言が相次いでて、なかなかこう具体的な追及ができてないのかなと迫れるような、なかなか追及が進んでないのかなという動画は、そういうふうに見受けられるか、その辺どうご覧になってますか。まあ、確かに捜査機関じゃないんでね、こういうものを政治が追及するというのはなかなか難しいところはありますが、やっぱりそこは例えば国交大臣にしっかり聞くとかね、で、こういうことは説明しないんだということを国民に見てもらうということが大事なんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、昨日の石井国会議長の記者会見で、まあ、自分たちが作った法案を民主党が通してくれないとか、まあ、そういうその政策面での不満があるという発言があって、まあ、こういった発言は党内から受け取っているというのは、まあ、違う政党ですから、いろんな考え方あると思いますんで、まあ、それは双方ともにしっかりそこは意見調整をして統一会派と出していくであれば調整してやっていけばいいなというふうに思っています。他にございますか。よろしいでしょうか。それでは以上でしょうか。はい、ありがとうございました。